こんなね、こんなのなんですけど、ごめんなさい。ちょっと多めに見てもらえたら嬉しいです。で、次、阿久津さんですね。いきます。読まさせていただきます。スーッと引き込んで、ごめんすスーッと引き込まれるような子です。こんな魅力的な子はなかなかいません。合格したら SKE に新しい風を間違いなく吹き込んでくれると思いますっていう、あ、元メンバーの方ですね。さやか先生、ありがとうございます。あ、みたさん、ありがとうございます。ちゃんとね、あの一人一人この来たからでチェックしてるんでね。はい、ちょっとお願いします。まずね、こう引き込まれるような子ですっていうのも、うん、このショールームやってなかったら間違いなく人生で言われなかっただろうなってぐらいの褒め言葉のね、すごい嬉しく思います。あ、大学お疲れ様、ありがとうございます。でね、こんななかなかいませんとかね、この何十人のね、のね、候補の候補がいる中でね、これ片思いファイナリー風の衣装だったんで、ちょっと最初にまた着てみましたちゃんと選択してるんで安心してくださいはい、だからこうやってなんだろうな、うん、このショールームやらなかったら、うん、褒めてもこんなに褒めてもらえることなかったなと思うので、すごい嬉しく思っております。合格したら SKE に新しい方でも間違いなく吹き込んでいくと思いますっていう、本当に嬉しいですね。なんだろう、もう分かるのを前提でこうやってこの先のことを見据えて、すごいポジティブなコメントをくださって嬉しく思います。で、私も実際多分何回か来てくださってる方は聞いたのかなって思うんですけど、二次審査の自己 PR の時に、まあ、私は特技がなあまりなかったんで喋って、自己 PR を伝えさせていただいたんですけど、最後ですね、このコミュニケーション、このコミュニケーション能力を生かして、それを今後は普段の生活とかではなく、アイドルという職業に生かして、SK48 に新たな風を巻き起こせる話になりたいですって言った言葉をね、フレーズを使っていただけて、あ、三田さん大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、ありがとうございました、来てくださいって、本当に嬉しかったです、ありがとうございます。相変わらず早くて焦ってます。もうだってこうね、こんなになかなか、なんだろう、もう日常のルーティーンみたいになったら、あれが、40分で終わってしまうってことで、あー、コアッカさんもありがとうございます、ありがとうございます、本当に嬉しかったです。ちょっとじゃあまた、ごめんなさいね、急ぎ足であれなんですけど、今日が一番嫌いです。皆さんなんか今日すごい褒めてくれな、くーわーさん、はい、うん、頭は良さそうやな、本当ですかね。そんな、本当にショールームやってから皆さん褒めてくれて嬉しかったです。はい、杉地さんいらっしゃいますか。プーさん、でね、病院のね、待合室みたいな感じなんですけど、はるさん、ちゃこさん、ひしさん、さとちゃんさん、後ろのしろさん、いかがでしょうか、どうでしょうか。あ、かつちゃんもありがとうございます。ちょっとね、コメント全部拾えてなくてごめんなさい。あと、誰だっけな、忘れてなかった人、ピカチュウさんいますか。ピカチュウさん、ピカチュウさんいますか。あと、みつくんさん、どうでしょうか。なんかみつくんさん、多分なんか8期メンバーの方ですかね。なんかねがいさんがガチ恋って名前に書いてあったんですけど、でもなんかそんなね、ガチ恋の方がいるにもかかわらず、ね、本人がいないんで喋っちゃうかもしれない。すごい晒しちゃってる感じ、ごめんなさい。でも、うん、かわいすぎみたいな。ぜひ E48 にって書いてくださってて嬉しかったです。ちょっとね、時間間に合わなかったので、あれだったんですけど、ちゃんとキーワードこっちのノートでメモさせていただきましたね。ねがいさんっていうね、ガチ恋のね、推しメンがいるにもかかわらずね、ちゃんと私のこともね、かわいすぎと褒めていただけて嬉しいです大丈夫かな、ちょっとねがいさんにバレないといいけどはい、ちょっとわかんないけど、一応、来れるかわかんないけど、わかんないので、一応こういないかもしれないけど、ちょっとお返事しますね。もし、なんだろう、最後まで気づかなかった場合も、なんかちゃんと読んでたよっていうのをなんかツイッターで言ってもらえたら嬉しいですし、何かしらの形でメンバーになれたら、今度これはずっと私はもう一生多分持っていると思うので、ちゃんと来れなかった方の印もあるので、その時に何だろう、数ヶ月前のそのショールーム期間のことだけどって、ちょっと持ち出して言うと思います。でもし万が一で慣れなかったとしても、何かしらの、ね、ツールとしてのハッシュタグがあるんで、私たちには、なので、そこからでお伝えしたいと思っております。なんでちょっと大丈夫ですかね、聞こえてますかね、なんかしばいなちゃん、学校ではないです、はい、でもちょっと自分の家とかではないので、ちょっと不安ですね、はい、であんまり環境もあれですね、スタンドライトも今日持ってないし、大学入れて、もうちょっといろいろ不安な状況なんですけど、あー、ミサジュー の謝れないで、 not sorry not sorry not sorry、 I miss you、 today is
ショールームオーディションファイナルデイ、ファイナルデイ、うん、あ、そうだ、どうしよう、どうしよう、最後にちょっとこれを書いてきたんですよ。私はどうなるか分かんなかったので、皆さんへのコメント見えるかな、ちょっとどうですか、画質ゆめちですか、どうですか、これもしあれだったら少ししてほしいんですけど、やめますね。ちょっと電車の中で大学向かいながら書いたんで、これまず読みますね。ちょっとどうなるか分かんないんで怖いので読みます。まず日本語でいきますね。ジャパニーズ、サンクスメッセージ。はい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。いきますね。今日まで私を応援してくれた皆様、ハッシュタグ7番、ハッシュタグラッキーセブンの7、ハッシュタグ通報の7です。はい。ごめんなさい。あっという間の1週間でした、11月27日バイバイ、泣きそうになっちゃった。5時からのごめんなんかこんなになると思ってなかったんですけど、ね、自分が初のショールームは、緊張しすぎてほとんど記憶がないです。で審査を通過してから数日経ってようやく通過したことを実感し、それから毎日ベッドに入って寝ようとしても5時間寝つけなかったり、食欲が急になくなってしまったり、とても不安でした。ごめんなさい、泣かない、泣かない、そんな泣くなんて思ってなかったんですけど、でも皆さんがこんな応してもらえると思ってなかったです。とても不安でした。そんな私が純粋にもっと話したい、配信が楽しいって思えたのは他の誰でもないあなたのおかげです。こんな私を見つけてくれてありがとう、支えてくれてありがとう、幸せでした、最終審査頑張ってきますっていうコメントなんですけど、まあ見えないですよね、最後までちょっと画質良くないんで、はい、本当はこうやって頑張って書いたんですけど、はい、でも私は正直ずっと芸能界目指してたタイプじゃなかったし、そういう本当にねずっとアイドル目指してた方からしたら、でそれで本当になんだろうな、実際いました。48のオーディション十何回も受けて、またチャレンジしてます。でもその方も自信者で落ちちゃってる方いました。でもそういう方のこと思うと私が取ってよかったのかな。すごい私やっぱり若くて、なんだろう、遠くから来てるからなんかこんな気持ちの人がなんか通っちゃって大丈夫と思ったんですけど、で将来も言えるかな、まだ顔出しするかも迷ったし、配信するかもすごい迷ってたんですけど、こんな若の方に応援してもらえて嬉しかったです。本当になんだろうな、人生、すごいなんかトナカイみたいですね、真っ赤の鼻で、ごめんなさい。で、なんだろうな、このなんだろう、20年間の、たかが20年間、まあ、されど20年間なんですけど、この20年間の中でもすごいなんだろう、このショールームは、なんかターニングポイントというか、すごい人生にとってもいい、人生の中でもすごいいい経験になりましたし、すごい大きな糧になりました。なんか身内でもね、友達でもないのに私のことだって本名も知らないじゃないですか。本当にこんなにね、数少ない情報しかないのに、こんなここにもね載せきれないようなお客さんの、ね、方がね、こうやって、まあ、これも多分、まあ、見れないんでしょうけどこんなにもね方がもっとね、方が応援してくださって、私は本当に嬉しかったです。なんだろうな、やっぱりショールームのこのトークとか、主にトークじゃないですか、だから内面とか、人とないとか、まあ、あと、まあ、ビジュアルも褒めてくださってるかも言いましたけどそういうので、褒めてもらえて、人生でこういう経験は、まあ、全くなかったし、このオーディション受けなかったら、多分一生なかったんですね。自分からなんだろう、 YouTuber になるようなタイプでも芸能界目指すタイプでもなかったので、だから嬉しかったです。ありがとうございます。ちょっとグローバルな、外国の方にもちょっと、合ってるか分かんないんですけど、書きました、読まさせていただきましたね、まあ、どうせ読めないですよね何かしらちょっとこのスクショがね、バタればいいんですけど、Dear Global Supporters、I am not good at English, Chinese and Korean、but everyone、thank you for support and watchingand watching until today。 合ってる、合ってるかな、伝ってるかな、ごめんなさい
I do my best to become official member at final examination みたいな、多分審査みたいなやつ、ちょっと分かんなくてごめんなさい。 If I'm be nice member, everyone follow me. I was happy for one week. Thank you for reading. シェイシェイカムサハムジナテリマカシってことですね。ハッシュタグラッキーセブンナナフロムナナでも書いたんですけど、まあ、どうせ見えないですよね、明日はね、なんで。大丈夫ですかね、まあ、ちょっと雰囲気だけでもちょっとね伝わったら嬉しいんですけど、大丈夫ですかね。どれぐらいね配信できるか分かんなかったんで、ちょっと、うん、あの大学行くまでのちょっと移動時間ちょっと揺られながら、うん、書かせていただきました。ちょっとね、あんまり What happened my study? Today final day if I'm not be member Everyone meet chance, no, but I do my best, final examination, fight, I do my best, ってことです。はい、ごめんなさい。晚上好、晚上好、エントリーナンバー2、57、皆さんありがとうございます、ね、なんかもう、メンバーになれるように私も頑張ります、頑張ります、本当に本当に。だから、最初はなんか最初まず2時をまず通ると思ってなかったから、メールにも気づかなかったですね、で本当になんかダメ元でも書類なんか、本当に自分からのきっかけになればみたいな感じで親が背中を押してくれて、出して、まあ、送ると思ってなかったし、で2時も通ると思ってなかったし、実際調べてたんですよ私、名古屋で早く落ちちゃったらどこのカフェ行ってどこでご飯食べてそれで帰ろうって、もう全部調べてたんですよ、それぐらいそれぐらい受かると思ってなかったんです、正直。なんかあれですよね、本当なんかもっと自信持って、ね、やってる人もあれなんですけど、ごめんなさい。なんか、だからなんだろうな、そうやって、落ちちゃって過呼吸になってるような人もなんかいたみたいんだし、私なんてなんか、本当にこんな気持ちで落ちちゃったら観光して帰ろうぐらいの気持ちで背中を押されて親に背中をしてもらってきたのに、なんで通っちゃったのかなとか思った日もあったり、なんだろう、いろいろ調べてこっちに、本当にさっきも言ったけど5時間ぐらい寝れなかったりとかいろいろあったんですけど、だから、私がこうやって、やるの、こうやってなんかもしメンバーになるかもしれないっていうのを、なんか大丈夫かなって、こんな今まで芸能界目指してずっと目指してたタイプじゃないのに大丈夫かなとか思ったんですけど、皆さんがねこうやって応援してもらえて、皆さんとに一番の理由はあれです、私はずっとアイドル目指してたタイプでもないんですけど、まだ皆さんにこの1週間の俺を直接目を見てしたいからメンバーになりたいなって思います。こんなに応援してもらえると思ってなかった、本当に顔出するのもすごい悩んで、絶対叩かれるだろうなとか、みんな初日ね3000人ぐらい、1時間で3000人4000人ぐらいかな来てくれた時も、まあ、なんか言ってるけど桜かなと思ったし、そんな人なんですけど、皆さんがねそうですね、確かにアイドル